皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャストを務めます大泉ふとしと申します。よろしくお願いいたします。本日のキャスターを務めます大江正恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大江さん久しぶりですね。そうですかね、2ヶ月ぐらい、もっと短いかな、そうですね、2ヶ月近くですね、はい、よろしくお願いいたします。実はですね、先々週ですね、あの小樽でですね牛尾祭りっていうのがあるんですよね、はい、これに初参加してきたんです私は。はい、大江さんも行きましたね。はい、はい、出ました。はい、初めて参加。はい、初めてです。これですね、 JR で小樽の仲間内がですね、あの練り歩くということでですね、こう浴衣を着てですね、練り歩くということで、はい、そこにちょっと参加をしてですね、JR でお邪魔してきたんですけども、はい、まあ楽しいお祭りでしたね。はい、暑かったですけどね。暑かったですけど、暑かったですね。もうね、はい、もうカンカン照りだったんですよ。天気が危ないとかって言われてて、はい、ね、土砂降りになったらどうしようと思って、はい、ね、浴衣とかも全部お借りして、そうですね、行ってきたんですけども、もう行きの JR の中からお酒飲んでですね、ちょっと盛り上がって、はい、若い人たちと行ってきたんですけども、はい、あのなんかやっぱり行ってみるとね、あの小樽のそういう祭りも北海道のお祭りなんかもそう、あの札幌の祭りもそうでしたけども、やっぱりだんだんこう参加者が減ってきたりですね、ちょっと規模がね、ちょっと小さくなってきてるっていうの で、あの本当にそれを守っていきたいっていうのを地元の方たちが言われていてですね、私もあの牛尾祭りってあの子供たちがよく言ってたんですよ、牛尾祭りの参加者って言って、はい、うん、よく言ってたので、あのお祭りはしてたんですけども、今回初めて参加してきたらですね、まあ地元愛っていうんですかね、はい、小樽愛というか、そうですね、非常に素晴らしいお祭りでしたね。はい、楽しかったです、ね、疲れましたけどなんか足引きずってましたね最後ね、あのちょっと足がつりそうになりましたけどあの1時間半ですね、こう踊りながらですね、はい、大きな声で歌いながら、小樽の街の中を練り歩くんですけどもね、はい、これ皆さん元気なんですよ。して、はい、ね、あの踊りの先生なんか 80いくつなんですよね。そうですね、84歳ぐらいだったと思うんですけど、すごくね、ずっと元気に踊ってらっしゃる、ね、一番先頭で、はい、先頭切ってダーッとずっとそのね、はい、あの踊りの先生を踊ってたんですけども、いやすごいなと思いましたね。すごいですね、うん、はい、そういうあの、小樽の牛尾祭りからの先週は、浴衣コンテストもあってですね、はい、大変ね、あの忙しい週末を過ごしている、はい、まあ、私と大江さんと2人でしたね。はい、はい、そうですね、はい、ということで今日はこの2人で送ってお送りしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のメニューをご紹介いたします。今日の北海道、最近起きた興味深いニュースをご紹介し分析していくコーナーです。今日の特集は北栄ステンレス工業代表取締役秋枝正則様をお迎えいたしまして、お話を聞かせていただきます。以上の2本立てでお送りいたします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や宗教組合などからは一切支援を受けておりません。北海道民国民一人一人に支えられて日本国益を根底にした番組を制作しております。他のテレビ局では報道されない北海道民日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりたいと思ってます。皆様のご理解とご支援をのほどどうぞよろしくお願いいたします。具体的なご支援方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者広告主として毎月一口1万円の会費をいただいております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組で放送されます。毎月20回が放送されます。広告はご不要という方も大歓迎です。また単独の ご寄付も受けたまわっております。振込先はこちらでございます。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、ぜひご覧ください。はい、それではですね、今日の北海道の前にちょっと告知が2つありますので、ちょっと告知をさせていただきます。まず1つ目ですね、シムシュ島戦没者昇魂慰霊祭ということで、これ日時がですね令和元年8月18日日曜日です。
午前11時から場所は札幌護国神社で開催されます。主催はですね、シムシュ島追悼戦没者慰霊の会というところが主催をしてですね、このシムシュ島戦没者の昇魂慰霊祭というものが行われますので、ぜひこのどなたでもご参加いただけますので、五穀神社、札幌五穀神社に足を運んでいただければと思います。8月の18日日曜日、11時からでございます。よろしくお願いいたします。でもう一つ、ですね、キャスターが皆様と語るチャンネル桜北海道定例企画ということでですね、第3回キャスターと語る会会ってことですね。これが時がまずは令和元年8月18日、これ同じ日ですね、18時15分、会場が18時からとなっております。場所がですね、札幌市障害学習センターチエリアですね、チエリア2階のですね、中研修室2というところですね。参加費が500円となっております。地下鉄東西線のですね、宮の沢駅のすぐそばですので、このチエリアで2階で開催されます。今回ですね、趣向を変えてですね、よりキャスターの方、皆様とですね、参加者の方が交流しやすい内容で開催する予定ですので、ぜひですね、近くにキャスターの皆さんと感じられる会となると思いますので、8月の18日18時15分からこれです、チエリア2階中研修室2ということですね。参加費500円となっておりますので、ぜひこのキャスターと語る会、皆さんでご参加いただければと思います。以上、告知2点でした。はい、はい、それでは早速始めましょう。はい、まず最初に今日の北海道です。はい、今日の北海道ですね、まず一つはですね、これラーメン店世界を目指すということでですね、西山製麺、はい、まあ、北海道のラーメン屋さんといえば、まあ、西山製麺って ね、有名なんですけども、はい、ここはですね、実は、シンガポールでですね、6月末西山製麺のですね、海外直営店がプレオープンしたという記事なんですね。実はですね、この、西山製麺さんってですね、これ世界30カ国に麺を届けてるって言うんですね。そうなんですか。知ってました？知らなかったです。これ30カ国に西山製麺出ててですね、2018年度の海外売上高3億を超えてるんですって。すごいですね。すごいですね。ですね、これ西山製麺は高齢化や、国内人口の減少を見越して1985年にハワイなどで催す北海道物産展で札幌ラーメンを売り出したんですって。これが一番最初だったんですって。これ海外事業のね、実質的な出発点だってことでですね、はい、これ2000年代に徐々にラーメン人気が定着して、札幌ラーメンの専門店を開業したいという引き合いも増えてきたってことでですね、はい、これあれですね、ですね、振り返ればこれ札幌ラーメン自体がですね、国内では1965年頃から物産展を通じて全国に認知されてきたということで、はい、意外とやっぱりあれですね。そうなんですね。私1968年生まれですから、その3年前からですね、物産展を通じて全国認知されて、10年から15年過ぎて各地に専門店が生まれ始めてたということでですね、だから大体50年ぐらいの歴史ってことですね。そういうことですね、うん、意外に歴史があるんです ね、はい、海外売上比率はまだ1割にとどまってるがということでですね、これからどんどん増えていくんですね。6月にシンガポール中心部の商業施設グレートワールドシティで開業した直営店ということでですね、はい、これ、ですね、地元客が長い列を作っていたということで、アンテナショップ機能に加えて、海外進出したい取引先がお試し出店できるようにしたり、現地スタッフの研修に役立てたりするということですね、はい、こういう活動されてるんですね。そうなんですね。西山製麺さん、はい、ラーメン店世界を目指すということですね、はい、すごい私の同級生のですね、高橋修一社長のスープカーレー様もですね、はい、シンガポールに確か2店舗出してるはずなので、はい、北海道からね、はい、ちょっとシンガポールとかですね、世界に出店してるお店が増えるっていうのはね、ちょっとなんか誇りですよね。そうですね、はいはい、まず一つ目が西山製麺さんでした、はいはい、それから二つ目がですね、道内6空港にも国際線ということでですね、これ30年で4000億円の投資ということで、はい、これあれですね、北海道7空港の運営権を取得する見通しとなった北海道空港 HKK ってやつですね、はい、ここがですね、これ30年間で総額4000億円を投じてインフラや設備を整備して国内外の航空会社を呼び込むということでですね、はい、これ見るとですね、7空港の旅客をですね2倍に増やす計画ということで、はい、まあ、こういうふうになっ
ってくるんですね、北海道の空港もね。まあこれどうなるのかちょっと分かりませんけども、あの LCC とかですね、そういうものをどんどん呼び込みたいという、これ記事がありましたので、ちょっとお伝えしたいと思います。まあ、詳しくは本間奈々さんから、はい、お聞きいただければと思います。はい、はい、それからですね、これ函館湾のホッキ貝ってことでですね、ホッキといえばね、どこですか、苫小牧ですね、ですよね、はいはい、ところがこの記事はですね、北斗市、はい、北斗市にですね、ゆるキャラズーシーホッキーっていうですね、ゆるキャラいるんですね、はい、キモカワって書いてますけど、実はですね、これ北斗市でですね、ホッキが結構取れてるんですね。へ、初めて知ったんですけども、ホッキ貝って皆さんご存知ですかね。あの二枚貝なんですけど、はい、お寿司でよくホッキのお寿司って出るんですけども、はい、私はバターソテーなんか好きなんですけどね、はい、漁獲量では苫小牧に及ばないものの、はい、函館湾も日本有数の漁場なんですって。あ、そうなんですね、はい、でホッキ貝って結構コクがあってですね、はい、これホッキシューマイとかですね、あとカレーとかピザとかですね、いろんなのに使われてるんですよね。はい、はい、これ北斗市のホッキ貝の記事がちょっと載ってましたので、ご紹介しましたけども、これね、トップ漁獲量トップのですね、苫小牧とも協力をしてやるということですね。ホッキを、はい、宣伝という感じでやってるんですかね。はい、これ苫小牧のホッキ漁獲量は約750トンですね、はい、でこれ北斗市はですね、2010年代の漁獲量40から70トンそうですね、やっぱり圧倒的に苫小牧なんですけども、ね、はい、でも北斗市でも取れていて、うん、まあ、このホッキもね、美味しいですからね、美味しいですよね、ホッキカレーとか、はい、私好きなんですけども、はい、こういう北斗市のホッキ貝、うまみ濃厚、食べ応え抜群ということでですね、はい、記事が載っていたのでご紹介させていただきます。はい、最後ですね、これがですね、帯広畜産大に酒蔵ということでですね、はい、上川大雪酒造というところが、これ帯広畜産大学の校内にですね、日本酒の醸造所を建設すると発表したということで、はい、記事がありましたのでご紹介させていただきます。実はですね、これ大学の校内に、企業が酒蔵を作るのは全国初なんですって。はい、でこの帯広畜産大学というのは22年のですね、4月に小樽商科大学と北見工業大学との統合を目指しているんですけども、はい、まあ、この一つの目玉にしたいという記事なんですね。はい、で、これですね、面白いですよ。新酒蔵ではですね、この帯広畜産大学の教職員が醸造学などを教えてですね、はい、で酒蔵の杜氏さんが実践的な教育を担うということでですね、教授が醸造学を教えて、はい、で本当の杜氏が酒蔵の杜氏さんがですね、はい、実践のその教育を行うということでですね、これクラウドファンディングの手法をサイバーエージェント系の会社が実施をして知名度も高めていくということで、これですね、この大学の教授ですかね、当時のですね、川端さんという方は十勝ならではの麹ができたら面白いと話しているということでですね、まあ、大学がこう統合して、はい、その統合の象徴にしたいということとですね、それから醸造学とそれから当時さん の, その技術を学ぶということでですね、はい、ちょっと面白い取り組みだなと思いましたし、ぜひここでできたお酒は飲んでみたいなと思いますので、これですね、発売がいつなんですかね、来夏に発売というのは来週の夏ですね、来週の夏ですか、はい、に発売されるみたいですので、はい、ぜひですね、帯広畜産大学の酒蔵、はい、こうご期待ということでですね、来年夏ですね、はい、夏に発売ということ で、はい、記事になっておりましたので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにしていてください。はい、はい、以上、今日の北海道でした。はい、続きましては今日の特集です。
今日の特集です。はい、今日のゲストはですね、有限会社北栄ステンレス工業の秋枝社長にお越しいただきました。はい、ようこそいらっしゃいました。あ、はい、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、石狩市ですよね。はい、ですね、にあの会社と工場があるんですけども、はい、実はですね、すごい会社なんですよこれが。はい、で後ろにちょっとこう映像も出てますけども、この前ちょっとあの取材行かせていただきまして、会社の様子も伺ってきましたけども、ちょっと北海道でもですね、際立ったあのものづくりをされてる会社の社長で、また これからですね、職人さんの未来をっていうところでですね、取り組まれているので今回お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずあのどういったものを作ってる会社なんですか？うちですね、あのステンレスを加工しておりまして、まあ、名前通り北栄ステンレス工業っていうんですけども、主に食品機械、あのタンクですね、調合用のタンクだとかそういったものを主に作っております。はいはい、それであの結構納入先としては大手食品メーカーさんですとか、まあ、皆さんよくに口にされるようなものとか、スーパーですとかコンビニでよく見かけるようなものを作るための容器っていうのを作っております。いやー、はい、これね、後ろなんかあるのこれ攪拌する、はい、あ、そうですね、はい、プロペラっていうか、そうですね、これも全部ステンレスで、そうです、もうこれも全て自社生産ですね。そうですね、これがまたあの継ぎ目がないっていうか、全部滑らかな表面仕上げっていうね。はい、まあ、これ全てあの溶接構造で作ってるんですけど、それをあの磨いてグラインダーで削り落として、どんどん細かい番手であの磨き上げていくんですよね。それで最終的に本当になんか、まあ、ボッコからこんなか生えたような形になってるんですけど、それなんでこういう仕上げするかっていうと、やっぱり洗いやすいようにそれで食品機械、本当に食品そのものを作るんで、飲料、飲み物だとかジュースだとか焼き肉のタレだとか作るんですけど、まあ、全てフルオートメーションで作って、洗浄も、自動洗浄をかけるので、まあ、こうやって滑らかになってないと、そこに液だまりができたり、まあ菌が繁殖したりっていうことになるので、まあ食品を作る機械はまあ全てこういった仕上げになってます。いや、今なんかの食品工場も衛生管理ってすごいですよね。そうですね、昔と比べると全然違いますよね。そうですね、もう年々まあ5年前10年前と比べるとですね、もうはるかにまあ、日本人の食の安心安全に関する意識っていうのがもうどんどん高まってきてまして、であの各メーカーさんももうそれに準ずるように、まあ、衛生管理だとか衛生基準を、かなり厳しい衛生基準を設けておりまして、まあ、当然あの機械の出荷検査なんかも、まあ、かなりの衛生レベルを要求されてますね。はい、これ洗浄まで全部自動なんですか？あの設置した後はもう全部洗浄まで全て自動で、あの自動で液がもういろんな液が入ってきて、自動でかき混ぜて、自動で温めて冷やして、それでまああの製品の違うなストックタンクの方に行ったり殺菌の方に行ったりしながら、その使い終わったタンクはもう全て自動で洗浄をかけるような感じになってますよね。すごいですね。もう今もう本当人の手がほとんど使わないで職員ってできてくるんで、またこれちょっとね、名前出せないんですけど、まあ多分私たちがあの普段聞く食品から乳業メーカーから乳業メーカーもあるし、これすごいですね、あの有名な空港に置いてあるお菓子屋さんだとか、そうですね、もう名だたるところが全部載ってますよね。そうですね、あとジンギスカンのタレとかね。そうですね、あと某電力会社なんかも載ってますからね。まあ、そうですね、そちらもよくたまにやってます。いやー、だからこういうところから需要があるってことですよね。そうですね、いや、またその辺をちょっと詳しく聞いていこうと思うんですけども、あのそもそもなぜこういうステンレスの会社をやろうと思ったんですか？はい、まあ、20歳ぐらいの時に、はい、まあ、あの10代こちらの方に18の時に札幌に出てきたんですけど、はい、まあ、いろいろと仕事やったりアルバイトやったり転々としてた中で、まあ、ステンレス加工のそのものづくりの会社というところに出会ってですね、まあ、本当に小さな町工場だったんですけど、当時私は20歳で、
一番近い年齢の方が52歳そうなんですか、そういう、そうなんですか、まあ、昔ながらの職人さんにもかなり叩き込まれたんですけど、なんかやっぱりね、あの溶接っていうのがすごく面白くて、まあ、特にこのステンレスの溶接ってすごく特殊で、そして研磨仕上げもなんかもまあ人が少ないね、本当何人かしかいない会社だったんで、まあ、それでいろいろとやってるうちに、なんかこれって、まあ、そこの会社はあの某乳業メーカーさん一社だけの仕事を今日やってたんですけど、これってもういろんな各食品だとかメーカーさんにね通用するようなっていうふうに思ってですね、まあ何年かやってるうちに、まあちょっといつか独立したいなとか思ってたんですね。それが30年、20年前ですか。そうですね。あの矢沢永吉さんの本がそれに関わってるって言いましょうね。それが面白かったんですけども。そうですね。そう、それの話聞かせてもらっていいですか。まあ、あの僕中学の頃だったんですけど、まあ、ちょっといろいろな事情って言いますかね、まあ、あの横着して学校に行かない時期がありまして、なるほど、それですね、まあ、学校に行かないんですけど、夕方家まで親身になって勉強を教えに来てくれる先生がいらっしゃいまして、まあ、それでね、その頃まあよく流行ったのが横浜銀杯ですとか、はい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 、ね、まあ、いろいろ聞いてる中で、あの矢沢いいなと思って、まあキャロルだとか、ね、そんなのね、まあ先生が来て一生懸命勉強教えてくれるんですけど、そっちのけでもガンガン音を聞くし、いや本当にもういいから帰ってくれみたいな感じでやったんですけど、そしたらですね、次の日に先生がなんと成り上がりっていう本を持ってきていただいてですね、ね。まあ、それをバイブルにしてる僕ら世代ってすごく多いと思うんですけど、ね、はいはいはい、そうですね、まあ、実は中学生の時に読んでですね、こんなの持ってきたって読まねえよとかって言いながら、もうこう置いてって、もう一晩で2回ぐらいもう全部読みましたね次の人もずっと読んでて、まあ、それがすごく面白くてそしたらじゃあその中にですね、まあ、当時の矢沢少年、まあ、矢沢さんもね、彼もまあ本当にあの貧困の中でおばあちゃんに育てられてっていうことが本に書いてあったんですけど、大変苦労された方 で、まあ、あの板金屋さんでアルバイトしてた時期があったんですよ、屋根吹き工の、そしてまあ一生懸命働いて、まあ、社長にもすごく認められてですね、まあ、矢沢君この本読みなさいってプレゼントされたっていう、そういう話があったんですよ、その本がですね、あのデール・カーネギー あの人を動かせっていう本で、まあ、あの今で言うね、自己啓発本の走りって言いますか、元祖自己啓発本みたいなね、これなんだろうこれと思ってよ、もうね、矢沢さんと言うとね、もうバーンときたとか、パーンときたとか、そんな感じで言ったんですけど、まあ、そんなに言ったんですけどね、これ見たらパーンときたね、みたいなね、だね、それもちょっと先生に言って、先生ちょっと図書室にこの本あるか持ってきてくれたんですよね。もう結構こんな分厚い本なんですけど、まあそれを見るとまた面白くてですね。すごいですね。それであのまあ見てるうちにちょっと学校行きたくなったんですよね。まあ、まあ不登校っていうわけじゃなかったんですけど、ちょっと事情があって学校行けない時期があってですね。で学校行くと、まあ、あのクラスのみんなでね、まあ、いじめたりだとかいじめられたりだとか、なんかねギャ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 ね。悪がいたりだとか、真面目な生徒がいるとかやってるんですよね。で周り見るとですね、ガキなんですよ。いや、うん、ガキばっかりだなと思って、あの僕はあの自己啓発されてますからね。その時は14歳ですね。もう本当周りもガキにしか見えなくてですね。まあ、当然ですよね、あの14歳とかですからね。いや、そうですね。まあ、子供ですよ、それは。ね、まあ、なんかそんなこんなで、まあ、何の話でしたっけ。まあ、そんな考え方がなんか染み付いてたんでしょうかね。まあ、いつか独立して会社やってみたいだとか、そういうのはなんとなく胸の奥にありましたね、ずっと。すごいですね。最初からこの創業した時って、こういう食品タンクとか、食品関係のことやってたんですか。いや、最初はやっぱりできなくてですね、設備もないし、何もないし、まあ、ただ、体はあったんで、技術っていうかね、それはちょっと自信があったんで、配管工とかも結構やったんですね。食品専用の配管、それも特殊な配管なんですけど、まあ、そこのどこの現場行っても人が足りなくてですね、
結構あちこちの現場歩いてました。全国各地の軽のトラックっていうんですか、このワンボックス、ね、軽のね、あれに物を積んで、なんか、まあ、ひどい時はもうそこに寝泊まりしてとかね、やってましたね。すごいですね。いや、この前ね、あのお邪魔した時、パイプとパイプつないでこう内側から溶接するみたいな技術の話だったんですか。すごい技術ですよね。そうですね、要するに、まあ、タンクを作ってそれを輸送するのに配管工事って必ず必要なんですけど、まあ、全て溶接配管で、その配管の時の溶接の継ぎ目のところにですね、こう隙間っていうか亀裂、はい、筋が入ってると、はいはい、そこの液が溜まってどんどん溜まっていって、その液の氷が結局腐食に下がったり、あと洗浄したりしたら洗剤が残ってたりして、必ず血管っていうかね出てしまうんで、あの中を溶接しなきゃならないんですよね、はい、こんな大きなものだったら顔突っ込んで手突っ込んで溶接できるんですけど、やっぱ配管ってもこんな、そうですね、はい、まあ、大きくても本当、まあ、7センチから10センチとか そんなレベルなんですよね。だからその長いじゃないですか、それ溶接しなきゃなんないんですけど、それをどうやって溶接するかというと、外側から内側を溶接するんです。ね、それがちょっとすごい技術ですね。意味わかんないですよね、はい、まあ、実際見てもらえばわかるんですけど、まあ、ちょっとこれ出てないですよね、まあ、それがなかなかね難しいって言いますか、中を溶接するだけだったら、まあ、ある程度 あの修行を進めばできるんですけど、中にあの要はガス、不活性ガス、燃えないガスを流すんですね、はい、それの圧力の調整で、中に出っ張りが出すぎたり、あの圧が強すぎると今度へっこんだりするんで、そういうのがないようにもう平らになるように溶接するっていうのがちょっと熟練が必要で、まったいでしないと結局ね、あの出っ張ってたらそこに引っかかるし、ね、へこんでたらそこに溜まってるしっていう、それはもうじゃあ勘でされるわけなんですか。そうですね、まあ、まあ勘もありますし、ある程度のデータ、蓄積されたデータとかも持ってますし、まあ、本当にそこはノウハウですね。ちょっと話聞いてると本当に北海道でもちょっと有数のそういう衛生設備っていうんですか、はい、タンクっていうか食品のタンクとかね、はい、設備の会社かなと思うんですが、私すごいなと思ったのは、うちの職人さんは全部の工程、全社員が全部の工程ができるっていうんです、はいはい、そうですね、これすごいですよね。そうですね、そこが、まあできるようになったというか、いつの間にかできるようになってたというか、やっぱり少数制でやってたんで、まあ、最初一人でやって、ね、あの2人3人って仲間が増えてですね、まあ、やっぱり何でもかんでも、ね、まあ、できることをやればお金になるわけじゃないですか、それでまあ、まあ、最初タンクとかやっぱり工場もなかったんで作れなかったんですけど、配管工事だとか現場工事ね、はい、始まってやってて、あとそれでよそのメーカーさんが作ってきたタンクを設置してとかやったんですよね、それ現場工事ばっかりやってて、まあ、仲間とですね、いややっぱりいつかこういうタンク作ってみたいよなっていう話もずっとしててですね、あ、そうなんですか、まあ、本当大変な時もね、今ついてきてくれてる仲間が何人かいるんで、まあ、ありがたいですね。そうですね、それであの、まあね、某乳業メーカーと、はい、あのそこがねすごく大変だった時に、はい、ずっとそこのまた支え、まあ、そうですね、企業の一つだったってね、まあ、そうですね、まあ最初私始めた当初ですね、本当にもういろいろ、まあ商売なんて、まあもちろんね、やったことないし見たこともないっていうかね、やり方だってもうわからないし、全て手探りの、いつもぶつけ本番なわけですまあそんな中でね、まあ騙されたりだとか裏切られたりだとか、特にあの始めた頃20年前っていうと宅銀さんが破綻したりだとか、はい、もう大変な時期だったんですね。北海道は、ね、本当に経済の、まあ、北海道だけじゃない全国ですね、まあ、どん底って言いますか、どん底の景気が悪いだが、まあ、その中でね、あの商売始める時に、まあ、こんな時に何も商売始めなくてもいいんじゃないかとか、そうですよね、一番景気悪い時ですからね、もう僕からしたらね、いやこの時期に始めてなんかね、少しでもご飯食べれれば景気良くなったらどんどん仕事なんか回ってくんじゃないか、勝手に回ってくんじゃないかなとかね、考えたんですよね。そのイメージがもうあったんですね。そうですね。それでまあ周りからはもうやいや言われてね、本当、まあ、なんか失敗するのを待ってるっていうか、ね、その雰囲気でね、どうせお前なんかできるわけないだろうみたいなね感じで、
やった時に、まあ、案の定もう大失敗しましたね。そうなんですか。騙されて金持ち、お金持ち逃げされたりだとか、陰ではもうすごく笑われたと思います、いやでもね、それ乗り越えて、まあそうですね、やっぱり悔しかったですね。でもそのね、乳業メーカーって、いや私ちょっと話聞いて、やっぱりそこと離れないでずっと支援されてるというか、一緒に、そうですね、まあ、そんな矢先ですよ、もういろいろね、騙されたりなんだりして、そして雪印さんも本格的に仕事出していただいた矢先に突然案内事件があってですね、また仕事なくなっちゃったよみたいな感じで、本当ですよね、まあ、ちょっと本当どうしようかと思いましたけどね、まあ、それでもなんとか、まあ、やれてきたんで今はね、本当V字回復というかね、そうですね、もう、そうですね、あ、雪印さんって言っちゃいましたね、言っちゃいましたねまあ、あの本当、もう当社としてはもうすごくお世話になってるメーカーさんなんで、ですね、なんかそういう こう義理とか、なんかこう、なんていうんですかね、そういうのがすごい大事なんだなってこの前お話聞いてね、そうですね、思ったんですよね。でもそれがあった頃こそ、こういう、まあ、道内では本当に誰でも知ってるような会社と、まあ、ものを、ね、そこに納品されてるわけですよね。まあ、新規のお客様でも、まあ、やっぱり心配じゃないですか、もうそれだけ大事な 自社の、ね、メインの製品を作るわ機械を作るわけですから、でまあ、どんなところに納入してるんですかって言った時に、まあ、こういったね、ところに納入しますよって言ったら、もう一発ですよ、一発ですよね、そうですね、あ、それはもう絶対間違いないじゃないですかみたいな感じ で、でこの前ねお話聞いたら、はい、今ほら製薬会社とかね、そうですね、もうそちらの方もぼちぼち来てますね、いや相当な精度ですよね。そうですね、製薬というとまた食品とは違ってかなり厳しい世界なので、なかなか参入は難しいと思いますね。そうですよね、そこに、そこから依頼されてね、仕事を受け負ってるわけですよね。そうですね、何度かやらさせていただいてるんですけども、素晴らしいですね。まあ、いえ、まあやっぱりね、もう全てステンレス使ってやってるんで、まあ、ステンレス使ってるそういった食品だとか薬品はね、まあ、なるべくやりたいなっていうのはあるんで、まあ、来た仕事はなるべく断らないように、まあ、断らないようにって言ったらちょっと面白い話もあるんですけどね。あ、そうなんですか。まあ結局やったことない仕事とか結構来るわけですよ。はい、まあ、中でもチョコレートなんて本当に、はい、チョコレート、ね、食品の中でもかなり特殊な部類では結局常温では固まってしまって、はい、お湯でないと溶けないんですよね、長いんで、それで、まあ、ある某有名メーカー、北海道を代表するような、ね、空港に売ってるような超有名メーカーから、来たんですけども、その時にチョコレートってやったことあるのって言われたんですけど、もうないですよ、実際もね、どんなものかも全然わかんないですよね、あ、チョコレートうち得意ですよついて言っちゃったんですよ、言っちゃった言っちゃったそれでチョコレートのなんかもう結構メインでやってますよみたいな感じで、あ、そうなのとかそんな感じでね、うん、まあ、まあ電話のやり取りだったんですけどね、それからですね、もう一晩中かけてもういろんなあらゆる資料を調べてですねもう一夜漬けでバンと言って専門用語とかバンバン意味もわかんないみたいな、それなら安心なれとかって言うか間違いとかと思いながらね、で仕事もらったんですか。もらいただきました。もうそれも一夜にごっついでかい仕事でですね、もうちょっとドン引きするぐらいね、こんなんできんの大丈夫かとかってねやったんですけど、まあ実際やってもう設計からですからね、しかもノウハウを知らないのに設計からそれ言っちゃって大丈夫ですかここで。まあまあまあ大丈夫、まあ某メーカーさん、はい、まあきっかけで、まあおかげでね、すごく詳しくなって、もうそれも、いや、いいもの作ってくれました。へー、すごいですね。十、十何年前、本当に工場石川に作って間もない頃に作ったもの。あ、そうなんですか。未だに活躍してましてですね、そのうちで作った、ね、クッキー状のものを、まあ皆さんね、まあ北海道、道内地元の方ってどうなんですかね、まあ、食べますよ、食べますよ、大好きですもん。そうですね、まあ、人気ナンバーワンだと思うんですよ。人気ナンバーワンですね。というか全国ですからね。そうですね。まあ、口にされてると思うんですけど、まあそんなのもありますね。なんかリアル下町ロケットみたいなこともあったんですよ。あ、そうですね、ありましたね。あの話も面白かったですね。そうですね、まあ、某大手メーカーさんのものづくり
っていうかもう本当にもう世界のトップ企業みたいなところと、まあ、直接取引させていただいてるんですけども、うん、まあ、そこはねある製薬会社がちょっと北海道に進出してきて、うん、それであの間に商社さんとメーカーさんと入ったんですけど、その下でちょっとやることになって、それもう工事着工直前になってですね、あのその商社さんが抜けちゃったんですよねもうあまりにもちょっと基準が厳しくて対応できないということで、それで、まあ、あの現場監督も焦っちゃって、うん、かなり大きな工事だったんで、それなんとか直接やってもらえないだろうかっていう話になってですね、いやうちと直接取引なんかできるんですかみたいなしてくれるんですかみたいな話だって、いやそれはなんとかします、いやじゃあ、まあ、なんとかしましょうって話で、まあ、それも全然できるかどうかわからないですよ、うん、もうそりゃそうですよね、うん、やれますか、いややりますって言うしかないですもんね、まあ、全く不安でしかなかったんですけど、まあそれでもですねそしたらあの、まあ、大きなメーカーさんなんで、うん、その品質管理部の方だとか工場視察に来るわけですよ、そしてもう工場なんかもう隅々まで見て、帳簿の4期分の帳簿これだとかそれも全部見てってして一言言われましたね、お宅うちと取引する気あんのいや何言ってんのって話ですよね、まあそれで今度まあその現場監督さんがですねもうすっ飛んできてですね、もう涙目になって本当にすいません失礼なことしましたですね、まあ、そもそも大手の会社だから ISO のなんとか取ってないとダメだとか、はい、もううちも正直そんな規模の、ね、会社にはまだなってないんで、まあ、それだったらちょっと無理ですねって話で、やったんですよね、はい、うん、まあ、ただもう、ね、しまいも僕の方も、まあ、どうでもよくなってしまって、はい、うん、まあ、そんなに無理してお宅の仕事やらなくていいですよって、ね、言ったら、いやいやいや、なんとかしてくれって言うんですよね。それはまあ、天下のね、その大手メーカーさんが、まあ、日本中探して、まあ、いろんなとこやって、もうやるとこ、やるとこにもないっていうことで、すごい基準を甘くしてきたんですよね。うん、もうその時言いましたもん、ほんとね。もう天下のね、何々さんができないことを、できないって言ってるけどうちはできるんですよっていうことを言ってですね、その、まあ、技術力を認めていただいて、それでも一式受け負いでやらさせていただいて、まあ、かなり大規模な工事だったんですけど、そしてそれをなんとか無事に終わらせてですね、もうその時に入れた現場監督もですね本当まだ30枚ぐらいのうちに入ったばっかりの人で、はい、まあすごい一生懸命なことなんですね、やれと、もう一応監督、総監督言われて、いやそんなのやったことないって言って、いいからやれっていうことで30歳ぐらいの、そうですね、それもチャレンジですね、チャレンジですね、いやもう本当もうなんかもう、まあ、監督だって外部から探してくるわけにもいかなくてですね、まあ、一生懸命やって、なんとか話してくれましたね、すごいですね、またそんなね、大手の、ね、そうですね、製薬ですよね、やってくれました、本当に、ね、まあそれもやっぱり彼の自信になってるんじゃないですかね、かなり無茶ぶりしましたけど、なんとかね、こなしてくれました、またそのね、そういう人選をするっていうのがまた大したもんですね、いやでもそれがあってね、やっぱり今のね、その保険ステレスさんがあるっていうね、いやなんか私本当に話聞いてて、やっぱりものづくりのこういう業種っていうのは、職人さんがね、後継者が皆さん困ってるわけじゃないですか、はいはい、だけどやっぱり北海道でも際立ったそういうね、製品を提供している会社で、それで今、ね、第3工場まで、そうですね、今ね、着工されてて、素晴らしいなと思ってですね、でたまたま石狩に私断熱扉の、はい、会社の、はい、まあ、親しい方がいて、あ今日一緒でしたゴルフですねそうただそうなんですよ、それ、はい、そういう話をしたら、はい、あね、この前お伺いした時も、あ一緒だったんですよみたいな、ね、そうですね、そしたらものづくりネットワークってね、はい、そうですね、作ってらっしゃるっていうので、はい、その辺の話をちょっとね、はい、聞かせていただきたいんですよ、そうですね、はい、まあ私石狩商工会議所の工業部会っていうのがございまして、はい、そちらの部会長っていうのを仰せつかってやらせていただいてるんですけども、はい、その一環でですね、石狩ものづくりネットワーク事業っていうのがあって、まあ、それの代表も務めさせていただいてます。その中でですね、今
北海道科学大学さん手にある、はい、そことキャリア教育連携っていうのを結んでですね、はい、あのお互いのなんていうんですか、まあ、そもそもはあそこ高度な技術を学んで、はい、ものづくりの技術を学ぶ、はいね、学校なんですけど、もうそういうスペシャリストを育てる学校なんですけど、まあ、その卒業生をなるべく地元で迎え入れようっていう、まあ、取り組みですね。もうほとんどやっぱりね本州の方行っちゃうんですって。ああ、優秀な、それであの石狩新港と天理なんて本当目の先なんで、そうですね、本当車で十数分の場所にあるんで、まあ、それであの生徒さんにもうあらゆる新港ってかなりの工業地帯なんで、工業団地いろんな会社が素晴らしい会社がたくさんありますんで、そこをまあ見学に来ていただいたりだとか、で我々もちょっと出向いて先生方といろいろまあ交流会だとか親睦会だとかいろいろあの意見交換会だとか、まあそういうのもやっていくですね、提携しているところですね。うん、その取り組みが私、うん、あの前にあの土屋訪問の土屋会長が出てくれた時に、はい、あそこは自社で職人さんの学校を持ってると、大工さんの、でいかにその職人さんを確保するかっていうのが皆さん苦労されてるじゃないですか、うん、そうですね、で東京にみんな取られてしまったりね、だからそういうのをやっぱ地元の 学校と ね連携して取り組んでるって、いや素晴らしいなと思ってですね、まあ、本当にあれは素晴らしい取り組みだと思いますね。あの、まあ、道庁の経済部のからの提案でですね、最初に始まった話なんですけど、まあ、今3年目になるのかな、それもかなりまあ進行も、深まってですね、まあどんどん、まあ、これから結果が出てくるんじゃないでしょうかね。そうですね、楽しみですね。ねえ、いやなんかなんですかね、こうものづくりの仕事って、はい、夢があるじゃないですか。そうですね、何でも自分たちで作れるわけですよね。一から作るわけじゃないですか、でこういう夢のある仕事ですけど、なんで人気ないんですかね今。人気ない、人気ないっていうか、人気ない、やっぱりきついっていうのもあるし難しそうだっていうのもあるんですね、あのなんていうかな、やっぱりノウハウだとか知識だとかもすごくね、あの専門的な技術も必要だしノウハウも必要だし、まあ、入りにくいって言えば入りにくいですよね。まあ、うち当社なんかはまあどっちかといえば本当手作業による技術が多いんで、まあ、職人さんですね、はい、昔ながらのね、だから、まあ、やる気と根性さえあればなんとかこなしていける世界なんですけど、まあ、それでもやっぱり、ね、技術を完全に習得するまでには5年とか3年とか5年とかはかかってしまうまではね。でもそういう文化がなんかもうちょっとね、まあ、昔はものづくりの国だったわけじゃないですか。そうですね、だそういうね日本人の得意とするこの小手先の細かいね、繊細な、そうですね、こういうのが、またね人気商売になると ね、 そうですね、いいなと思うんですよね、やっぱりね日本ってものづくりで、そうですね、なんかもう世界でのし上がったっていうかね、存在感をね示してる、国だと思うんで、日本のものづくりっていうのは本当に世界に誇れるものなんで、そうですね、日本の技術がなかったらなんか立ち行かないものとか国とかもいっぱいありますよね。そうなんですよ、そうですね、そうなんです。で、やっぱりこの前タンクを拝見すると、もう鏡じゃないですか。そうですね、本当にあのこう、なんとか継ぎ目がないっていうんですか、全部こう丸くなっててね、あの技術もこの鉄板がそうなるわけですからね、そうですね、すごい技術だなと思って、ますますこれから衛生管理ってもっとこれから厳しくなってきますよね。そうですね、まあ、日本の場合はもう世界から見たらもうトップレベルどころかもうずば抜けてその食の安心安全に対する意識っていうのは強いんで、まあ、これからもどんどんもう強くなっていくでしょうね。そうですね、だから秋田社長のところなんか本当これからまだまだ需要が、まあそうあっていただけるとありがたいですけどねそうですね、いやもうそう思いました本当に。だから第3工場で3倍でしたっけ、今度タンクのサイズが。そうですね、今あの2万リッターぐらいまでのタンク、ちょっとあれが2万リッターぐらいですか、あの後ろに出てる後ろに、まあこれから作るのがですね、それがまあ2台から3台ぐらいが、まあ、今でいう限界なんですけど、大体6万リッター、まあ、3倍ぐらいのタンクが5台ぐらいいっぺんに作れるぐらいの工場になりますね。ますますこれは発展しますね。そうですね、またねそれぐらいのサイズを作る、サイズのタンクを作る工場というのがですね、もう全国的に極めて少ない、ね、そうなんですか、
あとそれ以上大きいものになると、まあ、こういったエンジニアリングメーカーさんの本工場で作ったりするんですね。あで1万リッター以下の、まあ、比較的小型なものだと、まあ、その大きいものを作りながらでもこの隙間でできたりで、他の、ね、工場とか、協力会社に出してもできるところって何社かあるんで、ね、ただこの大きなものだけ余されてるっていうか、なかなかやるところがなくてですね。あ、そうなんですか。でも需要ありますよね。そうですね。いやー、ますますで面白いことにファイターズの応援もしてるんですよね。あ、まあそうですね本業以外でね。そうですね。そこもちょっとなんかいいですか PR。 ファイターズ、石狩で、オフィシャルの講演会、石狩ファイターズクラブっていうのを、はい、まあ何年前かな、3年ほど前に結成しまして、はい、まあ、そこの事務局長、あ、今はね、この近くの副会長からやってるんですけども、はい、まあそんな感じで、去年ちょうど石狩にですね、応援大使プロジェクトって毎年やるんですけど、はい、上沢投手と村田投手が、石狩応援大使になってくれてですね、まあ、地域もいいじゃないですか、いろいろやっていただいて、ちょっとね、上沢投手、ね、不良の事故というか怪我でね、はい、ちょっと離脱してるんですけども、もうかなりもう好青年というかね、熱い、あんなね、可愛い顔して、すごくね、そうなんですか、というもう投手を持ってる選手なんでね、まあ、これからも、ね、応援していきたいと思ってますけどね、それで講演会でですね、まあ、ただ応援するだけじゃないですよね、じゃなくてですね、地域貢献ですとか、この間石狩といえば今ね夏真っ盛りで遊び市石狩の砂浜あるんですけども、はいはい、まあ、海開き前にですね、まあ、観光協会さんですか建設業協会さんとか大々的なゴミ拾い大会、ゴミ拾いをやるんですよ、半日かけて、はい、もうものすごいおびただしい数のゴミが散乱してるんですよ、まあ、そこにもですね、我々も手伝いに行って、もう一緒になってもうユニフォーム着てゴミを拾って、はい、とかそういった貢献とかも力入れてますね。あ、なるほどね。やっぱりね、せっかく訪れてくれる皆さん気持ちよく、そうですよね、そのためにもう本当に綺麗にしてですね、まあ、これからですね、はい、まあ、本業もさることながら、その未来の、職人さん作り、そうですね、北海、本当に北海道に残ってほしいですよね。そうですね、いいエンジニアの方たちが、で、ファイターズの応援もやって、まあそうですね、ますますこれから石狩からですね、まあ、そうですね、北海道盛り上げていただきたいなと思います。言い残すことはなかったですか。言い残すこと、はい、これからあれですよ、はい、将来に向けてこう北海道から世界へみたいなビジョンをですね、まあ、世界へっていうのはまだちょっとあんまりビジョンを掴んでないんですけどね、はい、まあ、とにかくなんていうのかな、まあ、会社の企業価値をどんどん上げていきたいなっていうのがありますね。まあ、例えば工場って結構ね、煩雑に雑になってたり、ね、ごちゃごちゃしてるイメージってあると思うんですけど、はい、まあ、弊社の場合は特に食品っていうね、衛生関連の高いものを作ってる工場なんで、はい、もう徹底的に綺麗にしてですね、まあ、金属加工、こんなところで金属加工してるのかみたいなぐらいのレベルにしていって、まあ、どんどんなんていうかな、人を呼び込んでいきたいなと思いますね、はい、いいですね。あと職人さんって基本的にですね、挨拶とかなかなかですね、はい、まあ、居酒屋の店員さんですとかね、元気に挨拶、気持ちいい挨拶するんですけど、はい、なかなか職人さんってそういうのがね苦手で、まあ、そういった挨拶もですね、まあ、今はそんなことを言っていられる時代じゃないんで、まあ、そういった基本的なことからどんどんやって、うん、まあ、なんていうかな、要するにそう、人と喋るのがあんまり好きじゃなくて職人になった人というんですね、職人さんがもともと無口な職人だから、こぜ無口って皆さん言いますけど、まあ、僕から見るとやっぱりもともとそういう、ね、人と接するのがあんまり得意じゃなかったり、挨拶するのが苦手だったりするんで、職人になったって人が昔ながらの職人さんが多いんですよね。今もまあそんな感じなのかなと思うんですけど、まあ、とにかく明るく元気でやってれば、ね、本当会社も伸びていくと思うんで、まあ社員のね、将来のためって言いますか、働いてよかったなって思えるような職場作りをどんどんやっていきたいですね。そうですね、でも私お邪魔した時は、はい、職人さん皆さんわざわざ手止めて、目と取って、はい、で挨拶、皆さん丁寧に挨拶されるんですよね。ありがとうございます。あそこは本当素敵だなと思いました。そうですね、
まだまだね、その辺のことを磨き続けていきたいなと思ってますけどね。そうですね、はい、いやますますのご発展、はい、記念しております、はい、今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、今日の特集でした。はい、この最後の締めなんですけども、ここもですね、秋江田社長にですね、はい、ちょっとお付き合いいただいてですね、はい、実はあの告知が一つありますので、はい、秋江田社長からちょっと告知していただきたいと思いますが、はいはいはい、あ、私ですね、丁寧前田にこういった哀愁酒場という居酒屋をやっておりまして、まあ、昭和レトロな酒場っていうことをコンセプトにやっております。私結構お酒が好きでして、まあ、暇さえあればもう朝からでもいつも飲んでたいなっていう思ってる方なんですけどもまあその中でもですねお酒が好きなんで、あの吉田類さんが大好きなんですね。そうです、まあ、月9といえば、まあ、我々で言うとトレンディードラマって言われますよね。あの私も月9といえば、吉田類の酒場放浪記っていうのがですねあの毎週そうですねそれでまあ、美味しそうに飲むなっていう感じ で、 それで僕がですね自分で飲んで落ち着けるような空間を作りました。なるほど。なんか昭和の懐かしい感じで飲むのってすごくいいんですよね。どうですか、良くないですか。もう最高ですね。BGM に昭和の歌謡曲、ね、昭和30年代から40年代ぐらいの歌謡曲が流れて、それであのレトロな、ポスターだとか映画のポスターだとか昔のなんか電化製品だとかなんかそんなね、いろんなお菓子だとかのポスターも貼ってですね、すごく懐かしい感じにしております。なるほど、はい、これ飲み物とか今のものなんですか、はい、レトロなんですか。飲み物でもですね、まあ、大衆酒場の定番の焼酎、定番の金宮焼酎っていうのがまだ北海道ではあまり馴染みのないものかもしれないですけど、東京のですね、浅草のホッピー酒場っていう、ね、ホッピーね屋台がありますよね、まあ、これホッピーと一番相性がいい焼酎だと。なるほど。まあ、かなり今大ブームになっている感じですね。まあ、東京の方も本当に大衆酒場ブームになっているので、まあ、それも多分吉田類さんの影響だとは思うんですけど。なるほど。まあ、それとあと何といっても札幌クラシック赤星というやつですね。赤星ね、はい、もうこれも私大好きですね。まあ、生ビールももちろん美味しいんですけども、まあ、あとは唐揚げだとか揚げ物なんかも多いんで、ハイボールなんかも、ね、もちろん用意してますんで、そんなところでしょうかね。今度はい、ぜひね、水島社長を、誘ってですね、はい、食レポ、はい、食レポとか宴会ですね。そうですね、はい、ぜひ、やりたいなと。あ、お願いします。その時はぜひ秋田社長も。あ、そうですね、ぜひ、はい、なので、まあ、ただ酔っ払ったら、ね、見たら歯止め効かなくなるんでいやどこまで放送できるのか大丈夫ですよ。まあ、他にもそういう面もありますから。あ、そうですか、はい、分かりました。ほんま8って言うんですけど、ね、そうですか、なるほど。哀愁酒場でした、はい、ぜひ皆さんちょっと丁寧の方を特にね、はいはいはい、足を運んでみてください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。でもう一つですね、これは八彦神社さんにちょっと置いてあったものなので、告知させていただきますけども、これ田野八祭りというですね、田野木麹はね、北海道の、まあ、名物というか田野木麹なんですけど、7丁目まではアーケード街なんですけども、はい、8丁目からアーケードがないと、8丁目9丁目10丁目まであるんですけども、それでこの8丁目の方たちが、このお祭りを始める田野八祭りというですね、ちょっとこの辺たまらないですよね。たまらないですね。昭和好きの僕としては。そうなんですよ。大衆酒場もね、いっぱいあって。そうなんです。もう最高に好きな場所です。でそれこそ北斎会って神輿の、はい、会の方もこの中にいらっしゃってですね、はい、それでこういう、お祭り始めたということでしたので、これ9月1日、田野木麹8丁目会場ということで、特別会場ということですね、特設会場ですか、これ開催されますので、ぜひ田野木麹8丁目をですね楽しんでいただきたいなと思いますので、一つご案内させていただきました。はい、はい、2つ告知ですね。あといいですか、告知は。大丈夫ですか。とりあえず今これ見てすごい楽しみこれちょっと行ってみますか。いや、これはもう本番がすごい素晴らしいですね。9月1日ですからね、ぜひちょっと田野八祭り行ってみたいなと思いますけども、はいはい、お願いします。いや、でも本当になんか今日は北海道のものづくりの、一端がちょっとね、はい、今日お伝えいただける、はい、いただけたからね、できたかなと思いますので、これからもね、このものづくりの、そうですね、はい、まあ、そういった意味ではいろんな意味で北海道のものづくりっていうもう発信も
していけたらなというように、そうですね、はい、ぜひこちらでもまた、取材をさせていただきたいなと思いますので、はい、これからもご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、こちらチャンネル桜北海道でした。明日もどうぞご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。